コドリントンはイギリス海軍の共同駆逐艦。艦名はエドワード・コドリントン海軍大将にちなむ。本艦は永久駆逐艦の共同艦として同じ1927から8年度計画で建造された永久の他の艦よりも大きく艦砲を一門多く搭載している。しかしこのために最大戦速での旋回半径は他の艦が 平均380ヤードなのに対し、本艦では980ヤードと大きく、艦隊行動の制約となった。機関構成は、ボイラーは、海軍本部の設計によるアドミラルティ式三同型水管ボイラー、手機はパーソンズ式、オールギアードタービンと、いずれも永久と同様とされた。艦型の大型化に対応して、出力は34000馬力から39000馬力に、 増強されたが、歯車減速機の騒音が大きく、不評であった。A 級では1 2トル砲4門を搭載していたが、上記の通り、本館では5門に増備している。当初は、行角を40度に増した新型の43口径1 2トル砲を搭載し、特に2番砲は、ブルドッグと同様に、最大行角60度として、広角砲を兼用する予定であったが、 試験結果が不良だったため実現せず、結局、A 級と同じ弊社砲である45口径12センチメートル砲を搭載して収益した。水雷兵器としては、A 級と同じく21インチ魚雷発射管を4連装2機搭載した。魚雷としては、当初はマーク類を搭載しており、後にマーク9に更新した。 第二次世界大戦が勃発すると、後部魚雷発射艦を撤去して45口径7.6センチメートル広角砲を搭載したが、この改装工事の直後に喪失したため、レーダー搭載などの追加改装は実現しなかった。コドリントンは、ウォールズエンドのスワンハンター社で寄港し、1930年6月4日に収益した。1940年7月27日、 ドーバーで被爆、格差して喪失した。ありがとうございます。